て、すごいな、違うの、何これ、あ、泳いで泳いでいくんだ、すごいな、さすがドアラ、力あり余ってる感じも面白いきましたけどもね。さあ今年もですね、中川区区民祭り皆様方にお楽しみいただいておりますが、もうスペシャルなゲストとしてドラゴンズ若手3選手、そしてドアラ、さらにチアドラの皆さん方に応援に駆けつけていただいております。ただいまステージ前ではドラゴンズの選手と、そして見事本日ですね整理券をゲットできたお友達の皆さん方でキャッチボールをお楽しみいただいております。ね、トークショーもですね、いろいろと皆さん方のお話を伺えたんですけれども、今年そして来年、ね、頑張っていただきたいものでございます。今年の中川区区民祭り、ね、ドラゴンズの選手、そしていろいろなキャラクターにもね登場していただきました。ただいままだまだキャッチボールが続いているところでございます。ようやく BGM が聞こえてまいりました。ね、ずっと私これ喋ってなきゃいけないのかなと思ってたんですけども、よかったよかった。もうね今ねこの曲聴くとね歌いたくなっちゃうんですよね。タラッタッタン、愛と愛よ空にこだまつる竜の叫びを耳にして、名古屋ドームに詰めかけた僕らをじんと死にさすると、はい、いいと頑張れドラゴンズ、もうええよドラゴンズ、はい、どうしてこいつって浜の星座に雲をかけ、ツバメ落として男、夢と褒めて勝ち進め、覚えてるんですよ私もちゃんとこの歌ね、もういいよドラゴンズ名曲です。さあ、清水選手のキャッチボールはあと3名、あと4名、はい、かしこまりました。もうねあと残り少なくなってしまいましたね。この燃えよドラゴンズの曲に合わせてただいまキャッチボールをお楽しみいただいております。先ほどは新宅ひろしさんと、そして清水選手、菊池選手、浅尾選手、3選手にもお話をいろいろと伺いましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうかね。今日も札幌で日本シリーズ行われます、ね、今日の先発投手はどなたなんでしょうかね。ぜひ勝っていただきたいと思います。私がドラゴンズの話をすると、その日は絶対に勝つというジンクスが最近できました。なので、ありがとうございます。今日は絶対勝ちますよね、皆さんね、勝ちますよね、ね、テレビの前で応援しましょうね。このお仕事のため札幌に行けなかったんですけども、中間予定はなかったんですけれども、テレビの前で私も応援したいと思います。さあ引き続き燃えよドラゴンズが聞こえてまいりました。ご存知の方はどうぞ大いに歌ってください。そしてまだまだキャッチボールが続いておりますが、清水選手のキャッチボールは終了いたしました。ありがとうございます。皆さん終了した、はい、ということで、まだありません、ごめんなさい、菊池選手とやってますね、失礼いたしました。お一人様2球ということでね、あまり長い時間を取られなかったんですけども、ごめんなさい、ということでいいかな、よろしいですか、はい、ありがとうございました。ではキャッチボールの相手をしていただきました、清水選手、菊池選手、浅尾選手に皆様今一度拍手を送りください。ありがとうございました、頑張ってください、ありがとうございます。そしてステージ上で応援していただいたチアドラゴンズの皆さん、今日本当にありがとうございました、元気もらいました、ありがとうございます、拍手をお送りください、ありがとうございます、ありがとうございました。そしてドアラ、今日はね一日どうもありがとうございました、ありがとうございます。ねえ、みんなでいろいろとねしてほしいという気持ちを見るんですけれども、ごめんなさいね、いろいろ長時間の関係もございますので、ここにですね、ドアラ君、札幌に行かなきゃいけないので、泳いで行かなきゃいけないので、ここでね、一旦、あ、ちょっと、走って、さっき泳いでって言ったじゃんね。では、ここで、ドアラ、ね、どうぞ皆様、拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ドロン。さあ、このステージ